皆さん、こんにちは。良い一日を。本日のニュースレターには、以下の主要なニュースが含まれています。嵐の影響で、中国の上海市に住む、少なくとも33万人が避難しなければ、なりませんでした。中国気象局によると、国の東部に上陸した台風は、浙江省、上海省、チャンス省、安気省などの一連の省で大雨を引き起こしました。 ア水ミズいライは、商工と降衆の2つの都市で、それぞれ2 5 0ト、mm、ルと4 0 0、mm、トルで測定されました。特に、石膏省よ、陽市では、降雨量が5 1 0ト、mm、ルを超えています。上海市では、ここの当局は、沿岸地域に住む33万人を避難させ、10万人以上の公務員を配置して、防災と管理に参加しなければなりませんでした。 市内発着のフライトはすべてキャンセルされました。中国のメディアは8月9日、四川省南西部で大雨と洪水が発生し、8万人以上が避難したと報じた。州の主要中線の水位は、継続的な豪雨のために警告レベルを上回っています。現在、四川省の6つの都市で44万人以上が洪水の影響を受けています。大雨はまた、 四川省に2億5000万元と推定される経済的損害を引き起こし、45の家屋が破壊され、118の建造物が深刻な被害を受けた。連日の雨の影響により、黄河上流にある甘粛省衛生圏の流野京ダムでは、黄賀水害防止総指揮部からの指示により、下流への放出水量を大幅に増やした。昇降の水位が急激に上昇し、 中国長江中華流域では大雨の影響で河川や湖が増水し洪水被害が広がっている。長江の調査間の水位が55.85メートルまで上昇し46.6メートルの警戒ラインに迫った。陽子の基準となる水門ステーションの星子観測所の水位は28.6メートルに達し、警戒水位まであと75センチとなっている。 オサム川の永州観測所の水位は30.16メートルで、警戒水位を63センチ超えた。9日の時点で、超高部間関ステーションの水位が、警戒レベルの50メートルを上回り、39.98メートルに達したと発表した。豪雨続きの南部地域では、一部河川が観測史上最高水位を記録した。川上流の主流、額 安価の登山観測所の水位は37.25メートルで、警戒水位を101センチ超えた。9日午後2時の時点で、三峡ダムの放流量は、毎秒38,800立方メートル。三峡ダムの水位はすでに154.2メートルに、達し、中南部湖南省では、同省最大の河川である、昭港が、警戒水位となったのをはじめ、 国土の東部でも4つの主要中線で氾濫の恐れがある。四川省阿波チベット族ちゃん族自治州、若鹿二県でマグニチュード4.5の地震が観測された。同日午後1時21分、雲南省甲賀州緑春県でマグニチュード4.4の地震が発生した。震源の深さは15キロ。公式報告によると、現在、現在までに3人が死亡。 6人が行方不明となっている。湖北省武漢市とチャンス省蘇州市で7日夜、大規模な竜巻が発生した。計3人が死亡し、家屋の倒壊や負傷者も多数発生したという。熱帯低気圧はまた、道路や橋が損傷した後、高速鉄道サービスを混乱させ、多くの山間の村を孤立させました。日田市の日田市。 にき市のサップジャク地区にある長さ100メートルの橋の一部が数日間の雨と洪水の後に崩壊し、この地域に約300人が閉じ込められました。8月6日、台風ウルピットが上陸した後、豪雨が中国南東部を襲い、何万人もの人々が避難を余儀なくされ、沿岸沿いの漁船や港が操業を停止しました。関東省の北にある、 福建省の近くでは2万5千人が危険な地域から避難し153隻の漁船が回収されました。合計218の港と海辺のアトラクションも閉鎖されました。台風ルピットは北上し台湾海峡を越えて移動を続けており、その日の後半に豪雨をもたらしています。大雨はまた、 ナムダウ地区の南海コミューンで地滑りを引き起こし、いくつかの村を結ぶ道路を封鎖した。台湾の南の島にある高尾市政府は山岳地帯からの2035人の避難を命じたと述べた。平東地区のマギアコミューンは648ミ、mm、リメートルで2番目に、高雨量が多い場所です。別の開発では、8月8日、中国中央気象観測所が、 国の南西部の地域に黄色の大雨警報を発しました。